それからあのこの車にはナビゲーションシステムがついてますから、はい、おまけで、はい、縦列駐車をする、はい、自動的に、じゃあ、ね、自動って言うといけないんですね、お役所に叱られる、縦列駐車、補助装置、そうですね、操舵、自動操舵で、うん、縦列駐車とそれから車庫入れの両方を、うん、まあ、支援する装置がございます、うん、支援する装置ね、はい、今出ましてリバースに入れまして、ディスプレイを見ますとそのグリーンの線があります。そのグリーンの線を自分の入りたいところにこう合わせます、そしてブレーキから足を離しちゃいけませんとこう書いてありますが、そのまま走り出しますとブレーキで速度は調整するんですよ自分で、そうして入るとハンドルはあのように回ります。手を添えてやってもいいし添えなくてもいいわけですが、この支援装置によってこう入っていくとちゃんと逆弾も与えまして、よいしょっとこういうふうに止まるというふう